じゃあ神社終わったので、はい、競馬場に向かいます。はーい、出発進行。そんなキャラでした。いや、パワーもらったから神社で。この番組はあのちゃんがいろんなことにチャレンジするバラエティです。はい、一発目のブレーキ、綺麗。どう？出てないの？あ、出た出た出た。あ、出た出た出た。今日暑いな。今日はすごいいい天気ですよ。夏どうなんねん、これね。まだ4月でこれだから。4月でこんな暑かったらさ、12月とかどんぐらい暑いんやろな。いや、寒いでしょ、12月は。え、僕合ってるよね。合ってるし、面白いツッコミやな。いや、その要はあんねん、こういうこういうボケな。あ、そうなんだ。お笑い芸人じゃないから、うん、お笑いの分かんないの、基礎みたいな、うん、これボケですよみたいな、全然分かんないの。僕がそのあんまり世の中のこと知らないから、 あ、そうなんだと思って聞いちゃうことが多くて、今、はいはい、その12月も暑いって言ってたら本当になんか頭悪すぎて、12月も暑いかとか思っちゃいそうになるのさすがに分かったけど、そのパターンが多くて。なるほどな、ね、よく突っ込めるなと思って、そんなすぐさ秒で。でもあのちゃんの突っ込みおもろいからな。僕の？僕あんまり突っ込まないでしょ。いや、だからさ、 3F と、あ、ローソンか。 3F の意味知ってる？意味知らん。フューチャー、フューチャー、フィーリング、フィーリング、ファミリーマート。ファミマじゃんそれ。え、いいねいいな。え、今のいいね。あ、ボケってこと？ボケやんか。だからもっと自信持って言っていいよ。ファミマじゃねえかって。ファミマじゃねえか、いいね。じゃあこういうタレントやだっていうのありますか？山ほどおるよまあね、いるか。飲み会タメ口アーティストとかさ。何それ？何、飲み会タメ口アーティスト？飲み会に、まあ、芸人にタメ口使うアーティスト。バカにしようかな。うーん、でもなんかいるね。おるおる。いるよね、まあ、聞いた話とかになってまう。うん、おもろいことしてよとかね。そうそう。あと芸人に無茶ぶりする女タレント。はいはいはい。なんかギャグしてください、なんか本番中にギャグしてくださいね、とかやばいふりするやつとか。あと、まだ芸人が喋ってんのに進行したすぎて話遮る女アナウンサー。 あと、いや、もういいわ。え？え？おーい、そうなの？思ったより多かった。いや、聞いてくるからさ、止まんないじゃん、どんどんドキドキまあ、っていうのは冗談よ、その、うん、最近そういうのでやってるからさ。あ、そういうこと、キャラね。噛みつき芸みたいなのに磨きをかけてんのよ、今。綺麗な。ほんまは別に何とも思ってない。ここも絶対使えよなあ。いいよ、使わないで。いや、使う。大丈夫、使わなくていい。あのちゃんは何が嫌な？タレントは、いや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 、タレントは別に、アーティスト系は基本。あー、そう、基本基本というか、なんかやっぱなんかモテようとしすぎてるな、アーティストはみんな。なるほど。飲み会みたいなのも、うん、その一回そのね、友達に誘われたやつで、うん、友達と飲むと思って行ったら、うん、アーティストがまさか行っちゃって。しんど？いや、めっちゃしんどかったの。なんかすごい有名なアーティストが、うん、まあ自分の曲めっちゃ歌ってる。キモッと思って、それを周りがみんななんかよいしょじゃないけど、もうワーキャーワーキャー盛り上げてて、キモいし怖い、関わりたくないなと思って。キモ怖？
そう、それ以来行ってないっすけど。その誰それ、ほんで。言えない言えない。結構ベテラン、それか今の感じ。いやいやいや、もうベテランというかだいぶ、僕からしたら全然ミスチルやな。じゃあ、えミスチルやろ。違う違う、大先輩なので。トイズで、すいません。ミスチルは違うけど、頭文字教えてやん。絶対バレない、絶対ダメ。本当じゃない。じゃあミスチルやな。違うな。違うな。ミスチルやな。違うな。違うよ。ミスチルじゃない。分かった、文字数教えて。じゃあアルファベットみたいな、あ、ない。うん、イニシャル。え、違う違う、英語のバンド。ミスチルやないかい。じゃあ違う、違うな。ミスチルやな。違うな。ミスチルじゃないな。ミスチルやな。違うな。ミスチルじゃない、本当に。もう100曲ぐらい余裕で出してる。出してんじゃない。じゃあミスチルやな。違うな。違うの。違う。うん、入ってる、カタカナの。うん、入ってる。じゃあミスチルやな。違うな。ミスターチルドレンやもんな。違うな。入ってるもん。そうやろ別に。いや、うん、入ってんのよ。もうええや、もう、うん、そろそろ分かってくるからやめ。そろそろ分かってくるから。だからちょっとね、まあ、そういう感じのとかは。ミスチルやったか。違うな。今日だけから眠いわ。寝たな。寝ようかな、マジで。いいですか。いいよ、40分ぐらいかかんねん。寂しくないですか。大丈夫、お子さんような運転する。10分。オッケー。じゃあ起きたら今一番食べたいものを言ってくれ。ないよ、多分。起きたらその時に、その時にパッと起きたら第一声それで起きて。おやすみ。すいません、すいません。大丈夫か。夢とさっきの神社混ざってた。どんな夢やった。食べたいもん。つくだ煮。つくだ煮も食べたい。いや、煮たやつがとにかく好きなんや。なんか寝言言ってたね。え、うん、多分言ってないっす。言ってたやつ。自分を信じて行くのだぴょんって言ってた。言ってないんだけど。僕寝言とか言わないから。ミニモニじゃんけんぴょんみたいなやつ。自分を信じて行くのだぴょんってやつ。そんなこと言ってない。さあ、というわけで到着です。はい、ありがとう。で、あのチャンネル、大井競馬場に着きました。寝とったの。
人が運転してんのに。いやいい快眠になりました。快眠になった、うん、競馬場来たことも初めて。いや初めて、こんなに広いとは思ってなかったな。めっちゃ綺麗やしな。綺麗だね。なんかここですよコース、ここ走んのよ。座席があって、うん、あそこで見るらしいよ。綺麗でしょ。綺麗だね。なんかもっと汚ねとかって思ってたイメージはね。綺麗だね。意外に綺麗やろ。しかも地方競馬やのすごい。入れてもらえたの嬉しいな。嬉しいです。俺なんか全競馬場できんやからさ。あ、そうなの。うん、中央は。もう仕事も一個も来ないし。大井さんありがとうございます。マジで嬉しいです。こんな競馬競馬言ってて仕事はダメなの。仕事あかんの。かわいそうすぎてもうダメ。ちょっとじゃあ予想しますか、レース。イエス。よしやろう。当てよう。じゃあもう行こう。もう、うん、あいい天気。あのチャンネル。じゃあちょっとレース予想しますか。はい。今日4レースぐらいできんねんて。おお、何個当たればいいの。まあ買い方にもよるけど、半分当たったらすごいんちゃう。別に1レース2レースぐらい負けても諦めない。あ、そう。じゃあこの新聞を見てな。新聞。新聞をちょっと見るのよ。新聞読んだことある。いや全然ない。新聞なんて今あるんだ。初新聞、競馬新聞。うん、はい、この見開き1ページ目の字ちっちゃい。何げ見てよ、ちっちゃすぎる。そんなとこ見えひん誰も。14時半発送の大井1レース。これがまずいい米のレースです。これが馬な、1頭。あ、これが馬の名前ってこと。そう、サブノタカトラっていう馬が主。うん、要するにワイドスナイパーってやつ。ジョーヌベールみたいな感じで、うん、12頭います、うん、12頭の中で勝つ馬、1着になる馬、もしくは3着以内に入る馬を予想する、うん、おー、 OK？ 1位を決めればいいのね。そうね、最初そうしようか。うん、プロの人かな、うん、記号をつけてんの。うん、本当だ。で、20丸が一番自信ある。こいつすごい。え、こいつすげえじゃないか。すごい。僕があのダービーでやったやつはこの。そう。丸とか三角。そうそうそう。二十丸の次が丸。丸がすごい。これとか。うん。これとか。丸の次が黒い三角。え、丸の次が黒い三角？そうそう。ああ。で、色のない三角。え、これじゃん絶対。アルティマナイト。そうやね。え？アルティマナイト。答え言ってるじゃないか。ただ。はい。オッズが、え、アルティマナイト2番人気やん、なんで。え、こんだけ、まあ言うたら記号いっぱいついてたら、うんうん、1番人気のはずやねんけど、1番人気は4番のワールド中山やって。なんでこれは何、誰が書いたの。こんなさ、誰が書いたか分かんないような情報なんでみんな逆に信じてんの。意味わかんない。騙されるとこだった。騙されてねえよ。騙されてねえよ。危なあるんだよこれ。誰が書いたかも分かんないのにびっくりした。信じそうで。違う違う違う、この新聞にはな、一番人気とかいう概念はないねん、うん、この一番人気とかはお客さんが馬券を買って決まるから、客が決めてんのこれな。じゃ人気投票みたいなこと。そうそう。でもこんだけついてたら普通一番人気になるけど、まだみんなにバレてないからすごく、うん、いいアルティマナイト。これバレてないの誰にも。バレてない。え、すごいじゃん。あのちゃんだけ知って。え、すごいじゃん。そうで、これだから今なバアルティマナイト、オッズって書いてるの見える。あ、見えた。で、数字書いてるやん。はい。あの数字倍自分のかけた金が返ってくるの。どういうこと。アルティマナイトの1位にじゃあ1万円かけて、1位でほんまに来たら今 4.0 倍だから1万円が4万円になって帰ってくる。なるほどね。3万円の価値。え、そしたらなんとかスナイパーが一番いいじゃん。ワイドスナイパー 134.3 倍だから1万かけたら134万になってくる。え、じゃあそれ絶対こうへん。もうほんまに絶対ごめんからやめ。
か下に出てる馬映像は何？これはいつの？これ多分今やな。今何が大事なの馬の？こうあワールドの中山。ああなんかスリムだね。なんか筋肉とか見たり、うん、あ体型、あとはなんか汗かいてたらちょっとあれあかんかなとか、そういうのをみんなここで。綺麗このやつ。ワールド中山？うん。でもまあ一応やっぱセオリーは人気ある馬が強い。ね、どうするかっていう。なんかだって僕はそのオッズ高いのがいいもん。じゃあ三連単とか。三連単？今のは一頭だけ当てるパターン、一着当てる。三、うん、頭全部当てたらもっとオッズエグい、ね。おお。例えば一着九アルティマナイト。1着9、2着、じゃあ次に強いのは何やと思う？ワールドの中山。ワールドの中山、ほんならな、ほんで3着全部に流したとしたらな、うん、1着9、2着4のこの列が倍数になるの。見てみ、80倍とか400倍とか200倍とか90倍。あ、本当だ。こっちの方がええとだろ、うん、だからこれに1万円ずつかけたら400万と80万とか90万になるよ。じゃあそれ居酒屋か。いや俺熱心に売りの唐揚げの説明しにちゃうの。じゃあそれ、じゃあそれで、違う違う、ね、っていう買い方もあるけど、はい、そっちの方がいいの。うん。デメリットよくわかんない。デメリットか、あんま当たらんな。あ、これ当たらない。3着全部当てなきゃいけないってことですね。あ、はい、じゃあ1個の方がいい。じゃあ1レース1個にしよう、うん、はいはい、1レース目はじゃあまず1レース目にします。な、結局じゃあアルティマナイトする。うん。いくらいかけんのあのちゃん今日。10万。へえ。やるな。4レースあるけど1レース目何歩いく？あ、これ大事。じゃあ10。10。いやあかんって、もう終わってまうて。じゃあちょっとずつとか2万とかいいね。うん、2万にしようか。はい、俺ワールド中山にしようかな。じゃあ、うん、の単勝に、じゃあ俺も2万円しようかな。うん。星野さんはいつもどういう基準で選んで買ってるんですか？僕はね、ほんまにやるときは展開を予想して、うん、この馬がこういったから、この馬こういくやろなみたいなんで、あ、じゃあ流れ的にこうか、っていう予想し、時間かかんない。あ、じゃあサクッと決めちゃってる方ですか？でも全然いいと思う、ほんで今見てオッズ変わったよ。アルティマナイトが一番人気になりました。あ、僕のあれじゃない？そう、ちょっとバレてきた。あれ、4倍やったの。おー、いいね。いいね。4倍やったのに3倍になってるから今。え、これ何時までにフィックス？フィックス号業界人。14時半、馬券の締め切りはあと11分。それまでに変わり続けるの？変わり続ける。だるだるよ。マジかい。こうやって自分が勝ったレースさ、うん、始まるまでさ、うん、めっちゃ長く感じへん？感じる。あ、いいね。それなんや。いつもの5分10分とちゃうやろ。ちゃう。てかほんまになんかさ、ありそうやな、わけわからんパワー。まあ今回一番人気のそのやつやったけど、うん、あのちゃんの勘とかでパンって選んだ、ほんまにわけわからん馬が来たりもするからな。有力候補じゃない人と。そう、あのちゃんに限ってありそうやし、そういうこと。一応どの馬かわからんから数字だけ覚えとくねんで、まず9っていうゼッケンついた馬。え、何周するの？1周か。見て、あのモニタースターターって言って、始まる。でも、あ、もう始まる。始まります。あ、始まる。第一競争枠入りが今終わりました。始まった。スタートしました。少しばらついた飛び出しになりました。コースタート、コーダッシュ、3番のジョーヌベール、外からは7番のラムギ。どこどこどこ、前から4投目。パスと3投広がって、1番じゃん。ダメじゃん。一周の間にうわーって変わる。5番だって、もう終わ
まった。まだや。早くも展開縦長で1コーナーカーブ。先頭3番ジョルネール、4分の3、12番のバーナーバス。ああ、9番おった。分かる。はい、3番。そう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 。今3番ってやな。3番。少し開いて5番って。コロンバでもするの？8番のワイディドゥバイ。一馬身後ろに10番タイムパワー、疲れてるよ。そんなんちゃうんだ。ジャワールドの回も後ろやな。何してんねんあいつ。どこ来たよ、もうこっからよ。どこオーストに行ったのはブラカー、4コーナーから直線。先頭変わる、外から9番アルティマナイト。アルティマナイトすごい、今ほら見て、先頭やで、先頭今見て、オレンジオレンジ、先頭先頭ほら、9番先頭じゃん、抜かさねえかった、赤抜かさねえかった、抜かれちゃう、抜かれちゃう、入れ替わる、抜かれた、抜かれた、抜かれた、2番手9番アルティマナイト2着でした。1着5番サンタンデールやん、しかもこんな高いよ、22万やったで、キャーッ、やめたやめたやめた、それはな、2着やった、惜しかったな、どこ行ったんや4番何どこほんまにおらんねんけど、ワールド長山惜しいな、見て1着、2着あーもう俺、ワールド長山どこ行った帰った帰ったじゃん、帰った、あ、これや7着ぐらいや、そしなが書けるからだよまあ、っていうのがだって、いつも調子良かったんでしょ、うん、あ、なんか全然さ、この人気投票も当てにならないってこと、まあな、まあまあまあ、押す時もある、はぁ、マジか、はい、え、2万円は返してもらえる、もらえるか、帰ってくるかはい、あと8万円でもこれにお願い するの忘れてた、それな、持ってただけだった、ね、こいつやればよかった、お前次行く、いやそれはいやいや、こんなんしゃあかんよじゃあ2レース次行こう、はい、アマチャンネル登録よろしゅう。